茶筋ハエトリは日本で屋内に見られるハエトリグモの一種。私有で反問が異なる。ハエトリグモとしては大柄でメスは体長10から12ミリメートル、オスは7から11ミリメートル。性的不隣は明確で体格の精査は大きくないが反問ははっきりと異なる。東京部は中央が高く盛り上がり、両側は丸濃い。腹部は 後ろがやや尖った東乱形。ふわしは中央で全体に体表に毛が多い。体色では性的二成がはっきりしている。反問のパターンは死于ほぼ共通だが色彩や細部で違っている。基本的に体色は褐色で小中線に沿って縦筋が入るというものだが褐色部がオスでは黒に近い色である。また縦筋の色もメスでは 淡い褐色なのに対して、オスでは白に近い。東京部の縦筋は、オスでは全端まであるのに対して、メスでは、頭部の手前までしかない。また、メスでは、腹部の褐色部の中央より、やや後方に白い斑紋が入る。そのため、オスは黒い体の真ん中を白い筋が、分断しているという印象になるのに対して、メスは全体に、褐色で、まだらな模様がある。 といった風に見える。世界の熱帯から団体域に広く分布する。日本では本州、四国、九州、南西諸島から知られる。北海道にも見られるがこれは人意分布とされる。日本では人家によく見られ、人家に最も普通な種であるとも言われる。それ以外でも公園のトイレや電話ボックス、海岸の堤防などの公共物、公共施設などに見られるという指摘もある。 オーストラリアでも、この種は人工的な構造物に見られ、その分布の拡大には人間の関わりが強く、その分布は広い。世界的に分布するのもこれによるものとしている。熱帯域では野外にも見られ、例えばトハーエトールは、パキスタンの柑橘類の果樹園における、クモ類の調査で、この種が個体数において全クモ類中で5番目に多く、同化では最も多い種であったとしている。 徘徊性の雲で歩き回って獲物を捕らえる。壁面や樹皮化などに感情で上端に出入り口のある巣を作る。雲はこの巣の周辺で採示する。その運動は動いては止まりを繰り返すもので頻繁に跳躍する。強く刺激した場合には素早く逃げるがその際には走ることを交えて跳躍を繰り返す。ジャクソン・アンド・マクナブによるとこの種の狩猟行動は 以下のようなものである。獲物を見つけると、まずその方向へ体の向きを変え、素早く接近する。獲物に近寄ると、雲は動きを遅め、ふわしを体に引きつけて体を低くする。その姿勢から雲は跳躍し、獲物を捕らえる。この雲が捕らえる昆虫は、雲本体と胴体から二倍台のものまでである。捕まえた後に獲物が跳躍するなどによって逃げた場合には、 クモは獲物を加えた状態でぶら下がり、毒が効いてくるまでの数分間をその状態でいることもある。また自身の巣に触れた昆虫があった場合には巣から出てそれを捕らえる。時に網を張っている別種のクモ本体やその網にかかっている獲物を狙って網に飛び込むことがある。狙った獲物を逃した場合はもがくようにしてすぐに網から落ちる。ただし、 年性のある網にかかった場合には、逃げるのに時間がかかる。私有感の行動は、両者が巣とは無関係な場所で顔を合わせた時か、あるいは一方が他方の巣に近づいた時に始まる。巣と離れた場所で出会った場合、オスはメスの前で体を高くしたり下げたりしながら、メスに接近したり離れたりする。オスは足を上げながら、メスに近づき、 左右に5から15ミリメートルほど移動しては0.5秒ほどで反対側に移動するというジグザグに移動する行動でメスに接近するまたこの間にオスは次第に体を高く持ち上げるさらにオスは持ち上げた足をメスの上に覆うようにするこの間メスはほとんどの時間をオスを見ているだけであるがフレシは波状に動かすなお 誘導同士が出会った場合、両者は背を丸めるようにして、体を持ち上げ、持ち上げた、不足を振る、あるいは押し出すような G 行動を取る。この間、オスは、東京部を高く持たげ、腹部を下げ、フレッシュを左右に広げている。大抵の場合、一方はすぐに立ち去る。もう一方のオスはそのまま見送るか、あるいは同様な G 行動を取りながら追いかけるように、する。時には、 両者が接近して、互いに抱え合うようにして戦う。メス同士の場合、雄同士のような自由行動が見られることもあるが、オスに見られるような格闘に至ることは少なく、多くの場合、頭部を向かい合わせての睨み合いで終わる。家屋内の害虫を食べる液中であると考えられる。姿が気味悪いと嫌われることの多いクモ類の中では、ハエトリグモ類は比較的嫌われることが少ない。 ありがとうございます。